朝倉海道駅は福岡県筑市の縛りすり中央2丁目にある西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T15。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。改札口は1番乗り場につながる1カ所で、2つのホームは個線橋でつながっている。2019年度の1日平均乗降人員は13,284人であり。 西鉄の駅としては第13位である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り。駅名の朝倉街道は駅前の踏切で天神大牟田線と交差する県道112号線の通称である。県道112号線は駅から南東方向へまっすぐ伸びているが、三下道交差点より先は国道386号線として、 朝倉市を貫き、大分県日田市へ伸びている。天神大牟田線が開業する以前の1908年から1940年まで、県道上に京弁鉄道の朝倉軌道が付設されており、当駅は乗り換え駅として設置されたものである。天城線誕生以前は、天八木、覇気方面と福岡市を結ぶ交通手段として、当駅で西鉄電車、 朝倉軌道を乗り継ぐ方法がよく用いられていた。現在も駅前にあるバスセンターから西鉄バス二日市がこの県道112号線、国道386号線上を通り運行している。駅は筑紫の市の中心部からやや南の位置にあるが住宅が密集しており、周辺には商店も立ち並んでいる。商業、産業、金融観光所教育医療。 ありがとうございます。